バンカ島事件は第二次世界大戦中にバンカ島で1942年2月16日に約60名のイギリス兵とオーストラリア兵捕虜と民間人そして21名のオーストラリア陸軍従軍艦護フがバンカ島のラジ海岸で日本兵に殺害された事件。ビビアン・ブルーインケルシンガポールの英語軍が2月15日に日本軍に降伏する直前。 民間人と一部の軍人が脱出し、約140人の合衆陸軍の看護婦も11日から12日にかけて脱出した。65人の看護婦を含む、婦女子を中心に、約300名は、その最後の便、バイナー、ブルック号に乗船した。14日昼過ぎ、同船は、バンカ海峡で9機の日本軍機の攻撃を受け沈没した。乗客の多くは、 ラジ海岸へ流れ着いた。この間、12人の看護婦が溺死した。22人の看護婦と負傷兵、少数の子供と民間人が2隻の救命ボートに乗り込みオランダ領東、インドに属するバンカ島のラジー海岸に上陸した。上陸翌日に20人のイギリス軍兵士を含む100人、ほどの別の撃沈された船の乗客が合流した。同日、ギフ不評。 第229連隊第一大隊が万華島に上陸していた。島がすでに日本軍により占領されていることを知った彼らは、島の北西に位置する文徳に本部を置いていた日本軍部隊に降伏することを決定し、バイナーブルック号の船員一人を向かわせた。主官が出発した後に看護婦の最年長であったアイリーン・メルビル・ドラモンドの指示で民間人の女性と子供が、 中国人医師に引き入られ文徳に向かった。看護婦たちは、負傷兵を介護するためにその場に残り、赤十字が描かれたシェルターを仮設した。将校が引きる15人の兵士が来て、男性を海岸に並べて射殺した後、22人の看護婦を海中に追い込み銃撃して21人が死亡した。午前中のうちに、船員は、 日本軍士官一人と15人の日本軍兵士と共に戻ってきた。日本軍兵士は歩行が可能な男たちを二組に分け、100メートルほど離れた岬の向こう側に移動するよう命じた。初めのグループは銃剣で、二つ目のグループは銃撃で殺害された。日本軍の士官は22人の看護婦と一人の女性民間人に海に入るように命じ、その後腰までつかる位置にいた。 看護婦たちを機関銃で銃撃した。殺害現場での生存者は、ビビアン・ブルーインケル合陸軍看護婦隊隊員だけだった。腹部を撃たれたブルーインケルは波打ち罪に打ち寄せられた。彼女は日本軍部隊がその場を離れるまで死んだふりをしていた。彼女はイギリス軍兵士のセシル・ジョージ・キングスレイと12日間、過ごした後に捕虜となった。キングスレイは、 傷のために数日後に死亡した。65人のうち32人が捕虜となり、収容所に収監された。日本軍による慰安婦への勧誘に抵抗したが、生活のため、体を売る者もいた。バイナー、ブルック号に乗船していた、看護婦65人のうち、1945年9月にスマトラで救出されたのは24人だった。シンガポールのオーストラリア軍事法廷は、不評。 第229連隊長だった田中良座ブロー少将を逮捕した。連隊はガダルカナルで全滅して証言者がいなかった。また同連隊第一大隊長だった降りた優勝者は1948年6月16日にシベリアからマイズルに帰還し6月19日に米軍に身柄を引き渡され菅間コーチに拘留された。唯一の生存者ブルーインケルは 証人として東京裁判に呼ばれた。織田は未決交流中の9月に窓ガラス修理用の道具で首の血管を切って自殺し、起訴には至らなかった。事件は犯行者が特定できなかったため立件されなかった。ブルーインケルは1947年に除隊し、メルボルン郊外のフェアフィールド感染症病院の府長となった。後に、 万カ島の犠牲者のための基金を立ち上げ、後にオーストラリア看護大学の学長となった。1990年代前半にメルボルン大学の教員だった田中俊幸が女性看護師たちが銃殺前に日本兵に強姦された疑いがあると主張した。2019年4月、BBC はオーストラリアの歴史家リネット・シルバーや作家のバーバラ・エンジル、 テレビキャスターのテス・ローレンスの調査、検証により、事件前にオーストラリア人看護師の避難を遅らせていた、過去の政府の判断や、犠牲者の名誉を考慮したオーストラリア当局によって、ブルーインケルは、暴行に関する証言を禁じられていたことや、証言記録の一部が発揮され、看護師の衣服が補修されていたことなどが判明したと、報道した。ありがとうございます。